チャオ、リノリノです。今日の動画なんですけど、私、洋服が欲しいって常々思ってるんですよ。で、なんか、洋服を試着したいタイプなの。毎回試着して決めたいタイプなんですけど、やっぱ今通販とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、通販の商品の方が可愛くて安かったりするから、通販で洋服を買ってみようと思って買ったんです。ティリン、爆買いしました。今日はそれを開けてってどんな感じか見ていきたいと思います。リノリノチャンネルスタート。はい、ということで今回買った、なんかね、インスタで広告で出てて買ったんですよ。イニスファッションっていうのかな、開けていきたいと思います。なんかね、すっごいカラフルな服が多くて、いいじゃんと思って買ったんですけど、4つ買いました。あ、落ちた。これを紹介していきたいと思います。まず1個目、なんか多分韓国から取り寄せてるみたいで、竹感とかも気になるなと思って。え、かわいい。これはですね、スタイリッシュバックレスアルファベットゆったりルーズ半袖 T シャツの、これは何、一番ちっちゃいやつかな。全部一番ちっちゃいやつか、ワンサイズだったらワンサイズのやつを買ったんですけど、これをまず着てみようと思います。かわいい。ちょっと後ろに後ろに下げるより足が上に立ったらいいのかな。わかる？丈がこれぐらいで、なんかショーパン履いたらショーパンとかで全然いけそうな、かわいい。背中がかわいい。しかも生地の感じがツルツルしてていいと思う。夏っぽいし、生地もツルツルしてて冷たい、ひんやりしてる、洗濯してもすぐ乾きそうな、かわいい。え、いいじゃん通販で1着目でもうなってる。ちなみにこれはね、3760円でした。どう？かわいい。次、次何にしようかな。また色物系。次これ。かわいい。見て、星がついてるのが可愛くて、色もピンクで可愛くて買ったんですけど、これがね、元気いっぱいレース切り替えゆったり半袖 T シャツってやつですね。 M サイズが一番ちっちゃかったんで、これかわいい、着たいと思います。え、やばい、バリかわいい、かわいい、この元気いっぱいな感じするね。丈はこれも短いかも、なんで1枚では着れないんで、中にショーパン仕込んだら着れるかなって感じですね。そうで、私基本的にワンピースが好きなんですよ。ワンピースとかもう T シャツをこう、何、ワンピースみたいに短くこう着るっていうスタイルが結構好きなんで、もう1枚で完結するやつが好きです。で、全然余談なんですけど、もう信じられないぐらい、数えきれないぐらい何百回と着てるこちらのショーパン、これザラかな、ザラで買ったんですけど、前回の衣装を探してる時に買ったんですけど、これもう
を中にだいたい仕込めば1枚で完結するんで、めちゃくちゃこれ愛用してます。かわいい。そう、なんかこういうのあんまり日本に売ってるイメージないから、かわいい、いいな。これもね、生地感ツルツルしてていいです。夏っぽいね、かわいい。次、キリン。ちょっとこれはね、着回し最強プリントチュール、ゆったりおしゃれ半袖 T シャツ。かわいない？めちゃくちゃいろんなカラフルなの。これかわいい。あ、値段言ってなかった。このピンクのが2999円、これが3999円。着てみます。え、かわいいかわいいがいないんかいっていう。どう？これめちゃくちゃ丈感いい。さっきの T シャツって感じでちょっと短めだったけど、これはなんかワンピースで完全にショーパン隠れるし、私が一番好きな着丈感かも。これかわいい、いいね。え、あ、しかもこれもあの見えるかな、中の生地が、あ、こうやったがいいかな、こうやったがいいかな、生地がなんかこの生地感になってて、すごい涼しいし、ここは何、これは何、これは何、この透けるやつ、生地なんていうの、この生地だからめちゃくちゃこれ涼しいと思います。かわいい。ちょっといい感じですね。え、今3つの中だったら今これが私一番好きかも、気に入ったかも。そして最後、これはね短いと思うんだよね。ちょっとシンプルなやつ、シンプルなやつを使ったんですけど、合わせやすい斜めジッパーゆったり半袖 T シャツっていう、もう超とシンプルなやつを買いました。着ます。あ、かわいい、なんかここにタグついてる、真ん中に、かわいい。あ、かわいい、シンプルでかわいい。この丈感、あ、まあさっきのオレンジとピンクに比べたらちょい長いぐらいかな。で、あのさっき着てたワンピース、いろんな柄入ってるのよりかはの間ぐらいの長さっすね。これもいいな。しかもこれかわいいなと思ったのが、思ったポイントが、ここのチャックが開けれるみたいなんですよ。かわいくない？だから開けてこう肩出せるっていう、もう涼しいよね、そんだけで。ちなみにね、下も上げれるっぽいです。ちょ、これもうパジャマのあれだけど、下も上げれるっていう、かわいい、かわいない？そうっていう、4着を買ったんだけど、めちゃくちゃいい、通販やばい、嬉しい、当たりで。とね、ちなみに4つ買って1万3000円以上買ったら 10% 引きになりますみたいなクーポンがあってサイトに、で引かれて結局4着買って1万1912円。安くない？これでそのこの4着が1万1912円ってことは、1着、え、1枚2978円だって、3000もしない、かわいい、すごくない？え、めちゃくちゃいいってことに気づきました。ちょっと、あ、ちなみにあの宣伝、何これ、なんていうの、あの宣伝じゃないんですけど、全然試してみたかったっていうね、通販を。え、めちゃくちゃいい。ちょっとこれから、やっぱその女の子ってあの服いっぱい欲しいじゃないですか。私結構服いっぱい欲しいし、こうやって撮影も結構多いんで、撮影の時になるべく服あんま被せないようにしようみたいなのもあの思ってるんで、あの衣装としてね欲しいなっていうのもあって今回買ったんですけど、
なんか私カラフルな柄がやっぱ好きだから、やっぱその何韓国とかカラフル系が多いやつが好きな方はいいと思います。でもこういう黒のシンプルなやつとかもあるから、結果なんかどんなお客さんのニーズにも合ってる気がする。え、かわいい。これちょっとしばらくここの会社にお世話になる気がしてますね。はい、ということで今回最近こういう服買ったよっていうのと、通販ってやばいねっていう動画でした。また、来月以降も買った服あげていこうかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。りのりのでした。またね。チャンネル登録よろしくね。